おはようございます。今日はですね、同じ竜田揚げです。食べたくなるんですよね。これは生姜で味付けてます。生姜醤油で。で、味噌汁はこれなすびと。で、これデザートのりんごと。でね、野菜はもうこれ、もやしを茹でたもんですね。こんな感じですね、今日はですね。今日はちょっと簡単すぎたかなと思うんですけども。ということで皆さん行ってらっしゃい、僕も行ってきます。